ギターで歌おうチャンネルの小暮です。今回はですね、リクエストをいただいてですね、ちょっと YouTube でですね、動画をちょっと聞いてみたら、なんか昔聞いたことがあるような歌だったんで、妻に聞いたらですね、よく知ってる歌だということで、私だけが知らなかったいい歌だよということでですね、聞きまして、ちょっと聞き直しましてですね、で今回挑戦、することにしました。その歌はですね、今歌った、中村雅俊さんが歌ったですね、白い写真館っていう、ノスタルジックなですね、淡い初恋の思い出のですね、曲ですね。はい、1974年の11月にですね、発売されたレコードということで、74年っていうと何年前ですかね、50年前ですか。はい、50年前ですね、50年前の確認になります。はい、この曲のですね、こんな風に聴いてみましたということで、解説したいと思います。よろしくお願いします。まず中村雅俊さんのですね、オリジナルのキーはですね、C でした。波長調ですね。はい、で今回は、オリジナル通りですね、波長調を C でカポなしでそのまま演奏したいと思います。はい、使用するコードはですね、まず C ですね。はい、で Eマイナーで Aマイナーですね。はい、次が F ですね。はい、と Dm7、G7 で C なんですけどね、ちょっとイントロだけちょっと特殊な C でですね、通常はまあご存知の通常の C に比べてですね、1弦だけ、開放弦のミじゃなくて、ソ、3フレットの小指でですね、3フレットを押さえて、こういう C をですね、はい。はい。小指をですね、1弦3フレットにつける C ですね。はい。ということで、あと G ですね。Dm、 はい、それと G シャープですね、G からすると半音上がりますので G シャープですね。で A からするとですね、半音下がるので A フラットと言いますね。どちらにしてもここですね、これ最後のところで使います。はい、で最後はですね、C メジャー、C メジャー7、以上11種類のコードを今回使用いたします。右手の動きですけど、6連符のですね、6連符のアルペジオ、5弦3弦2弦1弦2弦3弦、もう一回ね、
5弦、ベースをですね、C を押さえる場合は5弦の3フレットがベースになりますから、はい。で、あと3、2、3、ね、3、3、2、1、2、3、これはもう3弦、2弦、1弦、2弦、3弦っていう。これをあの指弾きでですねやるとこうね、こういう感じですね。はい。でサビの部分はですね、こう3連符ですね、ドストロークで、はい、こうチャチャこうね、私の場合はこうチャ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 、この3連符にします。はい、そこにあるですね、ダウンアップダウン、これをね一つの塊でダウンアップダウン、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 これを一小節にですね4つ、この3連符を4つ入れます。チャ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 ね、チャ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 、はい、ゆっくりやるとチャ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 ですね。はい、ということでですね、はい、まあさっきはこうピック弾きでね、あのフラットピックでやりましたね、このさ、これでちょっと解説しますが、最後全体で歌うときは指弾きでですね、やってみたいと思います。はい。イントロはですね、まあまあこれ4拍子なんですけどね、3連符なんですよね、歌詞が、はい、歌詞のメロディーがね、なんでイントロもこの3連符のですね弾き方にして C、 Em、 Am、 F、 Dm、 G7、 C、 Mi、 Fa、 Mi でこうこれ、一弦で、でここね一弦の3フレットセで、今回次はもう普通の C ですね。はい、もう一回やりますね、 C、それでまあ曲に入ったらですね、あの街にはまだあるのだろうか、で D マイナーはこうね、こう4弦の開放弦に行くんですけど、次は5弦のね、5弦のか、これでもいいんですけど、私こうね、こう意外とこうファンを出すのがね好きなんで、こうはいね、ということで、あの街にはまだあるのだろうか、白いペンキの小さな写真館、窓には女学生の写真が一つ、学
リクエストいただいた方には感謝しますが、大体なかなかリクエストにお答えできないことが多いんですが、はい、今回はそういうことでありがとうございます。それではですね、通しで今度はつまびきでですね、さっきはピックでやりました、つまびきでやって終わりにしたいと思います。はい、我が驚きは冷
真のあの人であり、まもなく二人は婚約をした。我がふるさとは遥かな町、我が初恋は美しいまま、学の写真を見ないでいたら、まだあの町にいたのだろうか。はい、中村雅俊さんがですね、歌ったノスタルジックな名曲ですね、本当にこれ。白い写真館でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。